4月1日から街中の便利な場所に駐輪場ができます。西2丁目線地下駐輪場は大通駅の地下鉄コンコース直結。入場の際には発行機で一時利用券を発行します。入場ゲートに一時利用券をかざし入場します。空いている駐輪スペースに停めてください。駐輪場から出る際は精算機に一時利用券をかざし料金を支払います。出場ゲートに精算後の一時利用券をかざし退場してください。西二丁目線地下駐輪場の供用開始に伴い、大通り周辺の8カ所の駐輪場が有料となります。またこれに伴い4月1日より自転車等放置禁止区域が拡大されます。区域内に自転車が放置された場合、わずかな時間でも撤去の対象となり、返還には費用が必要となります。自転車の駐輪マナーを守り、安全で美しい札幌の街を目指しましょう。